皆さんこんにちは、ポテチン TV のポテチンです。いつもご視聴ありがとうございます。当たってるってる。さて皆さん、私の新しい家族になった内魚のトールちゃん、ご存知でしょうか？以前ですね、私一人で黙々とでっかいプールを組み立てて、そこで今雷魚のトールちゃんが暮らしております。で、そのトールちゃんの動画を配信した後にですね、視聴者の方からそのトールちゃんの、お家だったりとか、トールちゃんに関する質問とかが結構来てて、いやもう皆さんトールちゃんに興味津々だなと思って嬉しかったんですけど、まず暴フラ対策とかどうしてるんですかっていうのと、あと水槽の掃除大変じゃないですかっていうのと、あと一個なんだったっけ、あ、そうそう、日よけ日よけがあった方がいいですよとか、結構あったんですよ。なのでその雷魚のトールちゃんを皆さんにまだ見てほしいっていうのもあったので、私が今回掃除とかしてるのと、今現在の水槽の状態こんな感じにしてますっていうのと、あとトールちゃんのご飯タイムと私とのじゃれ合いタイム、触れ合いコーナーじゃないな、触れ合いタイムもぜひご覧いただきたいなと思います。それでは早速 VTR ご覧ください。どうぞ。今日はですね、トールちゃんのお家を掃除しようと思います。見てください。あ、これね、これ防フラ、蚊が湧かないように対策のネットと、あ、トールちゃん今この下に隠れてる日よけここすごいお気に入りなんです。で、見えますかね、緑色にちょっとなってきてます。これ1週間お水を変えて1週間経ってもうこんだけちょっと緑色です。まだですね、未完成な状態ではあるんですけど、一旦これ掃除して、この後ですね、皆さんにトールちゃんのご飯タイムをご覧いただきたいと思います。やっと食べてくれるようになったんですよ。結構時間かかりました。でもね、可愛いんですよ。すっごい可愛いの。いや、もうぜひ見てください。で、今日の掃除に使うお掃除グッズ、これ。それでは早速やっていきましょう。きれいにします。いや、これね、ちょっと秋になって葉っぱがキウイとか柿の葉っぱがめっちゃ落ちてきて、こういう風に溜まって下についちゃうんですよ。だからちょっとそれも対策しなきゃなって思ってるんですけど、すごいね、枯葉が。ちょっと掃除しなきゃな周りも。この水槽を置くところしか片付けなかったからねよし。でね、水温計もめっちゃでっかいのを買って入れたんですよすごい汚いね沈んでる状態で温度見えなかったし、今見えますか、25、6、7、20、28ぐらいあります。いや、それにしても1週間でめっちゃ汚くなったね。いや、1回もこの苔が張っちゃうと、早いらしいです、増殖が。この苔の対策用にですね、最初プレコを買おうと思ったんですよ。なんですけど、プレコってすごい寒さに弱いらしくて、冬場とかやっぱ鹿児島でもね、結構気温下がるので、死んじゃったらかわいそうだなと思ったから、もうこまめに掃除をすることにしました。その方がトールちゃんも喜ぶかなと思ってで、ただ掃除が回数が多いから水道代がやばいんですよ。いや、後でその水道代も皆さんにお見せしますね。皆さんにトールちゃん、元気なトールちゃんの姿をどうぞ。ほら、なんかちょっと大きくなった気がしません？はい、トールちゃんです。口のところの傷もね、無事に治ってくれたんです。よかった。あ、上がってくる、上がってこない、ね、暑いね、ごめんはい、これ影が好きなんだよね。あ、こっち、あ、影いった。やっぱ日中まだ鹿児島暑いんでね、
もうちょっと日陰の場所を作ってあげなきゃなと思ってるんですけど。で、基本真ん中あんまり通らないんですよ。端っこの影になってるところを元気でしょ。あ、鍵がある。戻ってきた。そこね、そこ通るちゃんのお家ね。はい、トールちゃんハウスよし、じゃあ早速掃除始めていきます。はい、ポテチンの7つ道具、お風呂のスポンジこれでこすっていきます。トールちゃんがこっちにいるからね、こっちからこすっていこう。とりあえずこれを、なんか普通の水槽とかを掃除するより、まあ大きいけど楽なんじゃないかなって思うね。しかもね、このねマス目があるからね、マス目に沿ってこうやると磨き残しがないんですよ。そこまで考えてなかったけど、スポンジが立てる、こうだよね。ちなみにこれ100均ダイソーのやつです。これだけ長いとありがたいですよね。短いとね、もう中に入らなきゃって思ってたけど、これならね奥の方に届くんですよ。ただね、もうちょっと長いのが欲しいんですよね。ダイソーにないんだよね。もうちょっと探そうかなと思ってるけど、デッキブラシとかになるともっと長いのあるんだけど、ブラシはね、なんていうの、 毛がねわーってなっちゃうから、このスポンジがいいんですよ。端っこはね、トールちゃんが好きなところだから端っこきれいにしとく。あとね、巨大水槽の素材なんかいろいろ調べてどれにしようかって迷って買ったんですけど、これにして正解だった。掃除しやすいはい、きれいに磨きました。あの辺、トールちゃん逃げちゃったけど、あの辺に藻が固まってます。で、これ次はこれでお水を変えなきゃいけないので、吸い取って外に出したいと思います。お父さんに作ってもらった、やったぜ。トールちゃん専用ポンプスイッチオン。吸ってます、吸い込んでます。お水ほぼほぼ除去できました。綺麗になりましたね。で、この雷魚ってすごいんですよ。なんか陸上でも半日ぐらい生きてられるらしいんですよね。なんか自然界の中でもこういうことをやって生きてるらしいです。ってことでお水入れていきます。触れるかな。触れた、トールちゃんなんだよって。あれかな、やっぱ人間の皮膚熱いのかな、あんま変わんない方がいいかな。嫌なの。掃除終わったらご飯食べようね。酸素
はい、お水も無事入れ終わりました。覗いてる。ちょこって出てる。いや、あそこ定位置なんですよ。で、ああやって様子見てるんです。トルちゃんのご飯です。今日は鶏の胸肉です。すごい見てます。いや、ご飯食べるまでに結構時間かかったんですけどね。食べ始めたら、あ、これ美味しいやつだって分かったんでしょうね。で、コツがあって、ほら見てます。食べないの？酸素？たまにあるんですよね、なんかこう様子見。どうしたの？違うの？今日これ食べたいんじゃないの？どうした？どうしたの？今日どうしたんですかね。なんか今までにない動きをしてる感じ、ちょっと私もびっくりしてるんですけど、ここまで来て食べないってどういうことなの。これじゃないの、これ食べたいんじゃないの。な、どうしたトール。もう少しちょっと時間を置いてからやってみたいと思います。あ、食べた。あ、食べた。あれ2週間食べなかったからさ、よかった。トルちゃんお母さんでした。ほら遊んでる。ほらトルちゃん最高だったね。痛い痛い痛い。これご飯じゃないからね。VTR いかがだったでしょうか。可愛いでしょ、すごい可愛いでしょ。ガブガブってあれ、あの勝手にじゃれ合いだと思ってるんですけど、 怒ってはいないと思うんだけど、あのね、あの雷魚って目が悪いみたいなんですよ。だから多分あのトングオレンジじゃないですか。目立つから、まあ、分かりやすい、なんか来たって分かりやすいのかなって思います。だからあれが来たら多分ご飯の時間だよっていうのになってるのかもしれないですね。いや、もうなぜ可愛い。で、視聴者の方の中でもですね、結構気にされてる方が何名かいらっしゃったので、あのプール水槽の水道代ご説明します。私が作ったトールちゃんのお家プールのサイズが、3メートル2メートルで、お水の深さを、まあ、大体20センチぐらいにしてあります。あんまり深くすると雷魚ポーンって飛ぶぞなので、20センチぐらいですね。で、計算しましたところ、体積が120万立方センチメートルで、1200リットル入るんですよ、お水が。で、今水道代が1リットルあたりが 0.2 円ぐらいなんですね。で、計算したら、240円ぐらい
1回で240円ぐらいしかかかんないんですよ、ね、意外と安いでしょ。なのでトールちゃん経済的ですよ。意外とお水変えるのが月に、まあ、大体2回ぐらい2週間に1回ぐらいでいいので、ってことは1ヶ月500円ぐらいでしょ。でそれをお父さんとお母さんに月これぐらいしかかかんねえんだよって説明したら、へーってなんかそんなに安いと思ってなかったみたいでその金額言ったらもう、はい、全然 OK でした。毎月ちゃんとはいって渡してます。とりあえず水道代の問題はもうないんですけど、あと一個ご飯の問題がまだちょっと残ってまして、人工のドライフードをまだ食べてくれないんですよ。なのでね、今後ちょっとトールちゃんの大好物を探せっていう企画を、はい、やりたいと思います。そちらの方も皆さんぜひ楽しみにしていてください。それでは今回の動画も最後までご視聴ありがとうございました。皆さんまたお会いしましょう。ポテチンでした。またね、バイバーイ。